今ですね、どこにいるかというと伊豆にいます。伊豆、西伊豆にいるんですけど、西伊豆の堂ヶ島にいるところです。堂ヶ島、本日平成28年2016年の2月の10日でございます。久々に来るんですけどね、1年2ヶ月ぶりぐらいかな。で、まあ、こんな感じで今見てるんですけどね、堂ヶ島ということで加山雄三のミュージアムがそっちにあるんですけどね。で、遊覧船があります。ただ今日欠航ということです。欠航、なぜかというと波とかうねりがあって、船を出すと危険ということでね、一応今今日欠航なんで、残念ながらちょっと乗ることできないんですけど、まあこう景色見るだけでもいいですね。こんな感じで、ね、そこが一応遊覧船乗り場なんですよね。遊覧船乗ればそこからまあ、現在、反則として現在、条例により、禁止となっております。